こんにちは。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 バドミントンできてます？あ、やってます。どう？結構週5ぐらいでやってますね。あ、ほんと？はい。今インスタライブ見てくれてたの？はい。今大学生？今大学生です。大学何年生？大学新1です。あ、新1年生。はい。もう学校行った何回か。まだ行ってない。オンラインかな、ずっと。あ、ずっとオンラインですね。何県の人かな？埼玉県なんですけど、大学は神奈川です。あ、そうなんだ。じゃあ、はい、質問一つ、何があった、はい、はい。はい、もう一回言ってください。バドミントンの質問があったら、一つだけ、何があったら言ってください。今聞いてください。あー、なるほど。自分、高校始めなんですよ。うん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 。それでなんか周りと結構やっぱ差があって、うん、それで練習とかあれ人より多くやるようにしてるんですけど、うん、なんかその高校始めとか遅く始めた人たちとかにもなんかその追いつけるような練習とかなんかあります？アドバイス。まあでもそのなんか早く追いつこうと思わないことじゃないかな。ああ、なるほど。うん、早く追いつこうと思うと、その、やっぱりさ、その人たちが例えばもうレベル10とかに行ってたとするじゃん。はい。例えばレベル10とかにいたとしますと、ね、もう小学生からやってる子なんていうのはみんな上手いでしょ、多分。はい。で、多分、はい。名前なんていうのかな？下の名前だけ教えて。あ、大勢です。大勢？はい。大勢？はい。大成くんは基本的に高校から始めたわけでしょ、はい、あ、そうです。あ、だからここからあそのいきなりレベル10を目指すんじゃなくて、はい、一つずつね、レベル1、レベル2、レベル3っていうのを一つずつ正確にクリアしていって、はい、でそれをそのレベル1とかレベル2とかレベル3のこの力を使ってどういう風に勝負するかっていうことを考えてやっていった方がいいと思う。ああ、なるほど。基本的に多分小さい子だからやってる子ってそこまで考えてないから、レベル1、うん、レベル2、レベル3の時にそこまで考えてないから、はい、うん、だからそれをしっかり考えてもらって、それをしっかり積み重ねていくことによって、あの5年後10年後とか、まあバドミントンが好きだと思うから多分会社で働いたりしたとしても続けてくれるっていう風なあの体で今話をしてるけど、はい、うん、だそういう感じかな。ああ、なるほど。だから、こういうショットを練習した方がいいとか、こういう練習をした方がいいっていうのは、そこまで言うほどなくて。はい。その特効薬みたいなのはないから。どちらかというと、毎日しっかりコツコツ、そのバドミントンができるときに、その、自分のためになるよ。はい。毎日やって、あの、練習をしてもらって、毎日少しずつこうレベルが上がっていけば。あの必ずあの最終的には勝負できると思うから、はい、うん、それでやってもらったらいいかなっていうふうに思います。大丈夫ですか？なるほど、はい、ありがとうございます。大丈夫？はい、ありがとうございます。じゃあ、あのおっちゃんは今からあの練習に行くから、まだ、あ、まだダイエットしないといけないとさ、はい、自分で言っちゃったから YouTube 見てくれてる？あ、見てます。チャンネル登録は？はい、してないね。してないね。してして、チャンネル登録してね。